大正9年京都府知事の建設認可と同時に日本最初のダム建設が開始されました計画では宇治川に高さ3 0ル、幅6 5ルの大堰堤を建設し貯水量4 0 0立方を貯水し使用水量77立方毎秒を発電に利用するものでした洪水時の排水は ダムに設置されたテンターゲートではなく中央の排水塔から沈殿した土砂と一緒にダム下流に放水する構造にされましたまた通常の排水はテンターゲート9門と左岸にストーニーゲートを2門設置して発電水位を下げる構造にされました取水口はダム湖上流の右岸に建設して ここから1800メートルのトンネルで上水槽へ接続し、落差45メートルによって28000キロワットを発電する計画にされました。ダム建設では多量の砂利やセメントが必要になるため、建設軌道が敷設されました。 建設軌道は宇治発電所の季節軌道を延長して宇治川沿いに大峰まで敷設され電気機関車によって大量の資材が運ばれました当時宇治発電所の建設時はレンガが多量に使用されましたが大正時代になるとコンクリート技術が飛躍したことから発電所の建物を除きコンクリートの設備が多く建設されました また77立方米量の大水量を使用するため従来の放水口ではなくタンク間のトンネルによって宇治川へ排水されました、ね、大正13年志津川発電所から2万8キロワットの発生電力を5 5ルトに昇圧して根屋川へ送電されました。 静川ダム竣工後、上流区域は宇治川ラインとして遊覧船の運行、さらに散策路が建設され宇治の景勝地として長い間利用されました静川発電所の竣工により電力に余剰が発生したかと思われましたが実は建設中にそれを上回る勢いで電力需要は止まらずさらに開発が必要になり 発電所の建設は続きました静川発電所の建設中宇治発電所の出力のみでは対応が困難に陥ったため火力発電所を一時的な電力不足対策として着手することになりました大阪の倉庫街の一角に 関西電力のメンテナンス部門の関西エンジニアリングがありますここが宇治川電機が建設した福崎火力発電所の跡地でした現在は当時の面影もありませんが京都の電力不足を救った発電所と言われました福崎火力発電所は大正7年に寄港され大正9年に運転開始されました当初は出力3万 kW の電力を京都 大阪へ送電しましたが電力余剰が少なくなり大正12年に設備を増設して4万キロワットの電力を送電することが可能になりました福崎火力発電所は宇治発電所の予備機とも言われ琵琶湖の水量不足を火力で補填する設備でもありましたつまり水死荷重ということです 琵琶湖は広大な水量が貯水されていると思われますが一定の水量で瀬田川に流れ出し上流の山脈からの流下量が減少すれば水位は自然に下がっていきます特に水量減少が顕著に現れるのが8月下旬から9月さらに12月から2月までの冬季に集中しましたこれは全て降雪による水量変化であるのがよくわかります琵琶湖の水は 積雪による天然のダムによって物体として山中に保存されこれが融解することにより琵琶湖に河川として流れ込みます琵琶湖の滑水は雪が溶けきってしまった時と雪を作る凍結による2つの自然現象により水量不足が顕著に現れますこうした水量変化は宇治発電所のように貯水機能のない発電所では 顕著にに発電量に現れますそこでこの不足電力を福崎火力発電所でバックアップすることで宇治発電所の渇水でも安定的な電力を得られる体制にされましたまた福崎火力発電所は港に建設したことで大量の石炭を船で運搬することができ設備の稼働費を多少下げることもできました。しかしか 火力発電所は石炭を利用するため稼働費は石炭価格に左右される難点があり宇治川電機としししても極力動かしたた。くない方針がありました大正10年岐阜県の揖斐川電化によって東横山発電所が竣工しましたが経済不況により急遽余剰電力が発生したためこの電力の消費が必要になりました。 宇治川電機としては、この電力を購入し、福崎火力発電所の稼働率を抑えることにして、揖斐川電機の福田開閉所から7 7ルト回線によって、宇治川電機へ送電されました。この送電設備は、当時、宇治川電機の北陸開発として設立した日本電力によって建設され、宇治川電機の電源確保とされました。こうした電力体制を整えながら、 宇治川電機の水力発電による経営は続けられました静川発電所の取水口から対岸にコンクリートの移行が見えます大峰発電所の取水口跡です大正13年、静川発電所に続いて建設された大峰発電所です 静川発電所は宇治発電所の余水利用として建設されましたが大峰発電所はさらに静発発電電所所の予水を利用する発電所としして建設されました。特に4月から8月までの雪解けによる放水期らに降雨による水量増加を貯水する目的で建設されましたがこの貯水量を上回る流下量が多くこれを利用するために建設されたのが大峰発電所でした。 そのため使用水量は95立方毎秒で発電量は1万6 0 0 0ットでした大正15年大峰ダムの落差を利用して大峰発電所は発電を開始しましたしかし大規模な発電所として常時稼働しているように思われていましたが稼働状況を調査したところ発電所はダムの水位が高くなる機関的運用がされ 滑水器は2ヶ月ほど稼働停止というものでしたこれもピワコの予水を可能な限り電力利用する考えからでしたこのため職員を常駐させることが必要なく静川発電所からの専用回線により当時珍しかった遠方制御が採用されました大峰発電所からの電力は変圧されることなく そのま志津川発電所の配電所へ接続され志津川発電所の発生電力と一緒に5 5ルトに昇圧され大阪へ送電されていましたところが志津川大峰の2つの発電所は実は隠している問題もありました明治35年宇治川電機が設立された当時宇治川を利用する木材運搬が困難になるとして 保証問題が発生ししていました当初は宇治発電所の水路に船舶を通す話もあり解決を見たかと思いましたが水路の位置が変更されたことによりこうした話は一旦保留にされましたところが大正元年志津川発電所の建設計画が発表されると宇治川本流に大規模ダムを建設するためいかの航路が断たれるとして 実は建設反対運動も起きていまし,たしかし賛成派が多くなり林業関係者とは話がこじれた状態で大正11年まで交渉は続きました志津川ダムの建設が認可されたことから志津川ダムから下流区間は林業問題が解決をしたことにされましたが上流区間はまだ交渉状態でしたそのため当初予定していた第3期工事と呼ばれる 幻の建設計画であった大平発電所の建設は保証問題の関係から建設はは進むことはありませんでした当時大峰発電所の建設は建設地点の確保ができているが運転が不安定のため経営に余力ができた際に建設するのが好ましいとされてきました。そこで急遽計画を差し替えて 第4期工事の大峰発電所を前倒しで建設することになりましたこれが大峰発電所が建設された長年隠されてきた理由でした現在建設から100周年を迎えた志津川発電所ですが天ヶ瀬ダムが竣工したことにより志津川ダムも水没して 現在は廃止されています。幻と言われた日本最初のダムは、水位が下がると水位観測所の土台として姿を見せます。また、発電所のトンネルは京都大学の地震研究所として転用されましたが、長い間使用されずに、現在は土砂に埋もれています。二つの発電所を廃止に追い込んだのは、 天ヶ瀬ダムが建設されたためと思われていましたが実は天ヶ瀬ダム計画の前から宇治発電所、静川発電所、大峰発電所が廃止される新宇治延定計画がありました事の発端は昭和18年でした大平発電所の建設が進まない状態で宇治川電機の経営は国営に切り替わり日本発送電が建設を進めました 明治29年に東京派によって申請された南郷から田原地区までの開発計画を宇治川電機が何度か修正を加えたのが大平発電所の計画でした。この計画を継承した日本発送電は直ちに準備工事に着手しましたが戦火悪化に伴い中止命令が発令され建設はされることはありませんでした昭和23年 深刻な電力不足によって戦後復興が遅延するとして、琵琶湖総合開発調査協議会が設立され、日本発送電と協議が始まりました。日本発送電としては、既存設備を活かし、大平発電所計画に改良を加え、現在の南郷インターのところにダムを建設して、遠庭水路式で下流に外畑発電所2万600キロワットを建設することにしました。 さらに、下流の静川ダムを2メートルかさ上げし、付属する大峰発電所を廃止することにしました。また、静川発電所を改造し、取水量90立法毎秒に変更し、静川発電所出力36,000キロワットの変更計画を発表しました。ところが、新宇治延定計画は宇治発電所の水路が明治の建設であり、水量増加が不可能であると指摘しました。 さらに静川発電所は余水運転から発電をしているため宇治川の開発は落差損失が大きく非効率な発電とされましたそこでこの発電所を全て廃止して天ヶ瀬に大規模ダムを建設して貯水量量のの増増加、加発電量の増加を計画しましまたところがこの協議は日本発送電解散と同時に関西電力へ継承されました さらに新宇治園庭計画は建設省に引き継がれ淀川水系改修基本計画へ切り替わり現在の天ヶ瀬ダムが建設されることになりましたこの計画では宇治川瀬田川の水利圏を統合し外畑発電所の水没地点までを天ヶ瀬ダムの貯水としました昭和39年志津川発電所 大峰発電所は日本最初のダムが解体され廃止されれ廃止ました宇治川の水利圏を巡る争いから生まれた悲しいダムと言うべきでしょうか今はその名を残して大峰橋がその名残となっています宇治発電所をはじめとする 今回のお話はいかかがでしたでししたょうか日本最初のダムがどうして建設されなぜ姿を消したかよく分かりましたね現在宇治発電所は定期的に一般開放をしているので宇治発電所の歴史を実際に見ることができますまた志津川発電所は現在も関西電力の子会社の施設として利用されそのまま残されていますこれからも 京都を支えた二つの発電所をずっと見ていたいですねご視聴ありがとうございました次回作を急いで制作しておりますよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします